おはようございます。速活グノクボです。今ね2時56分、つい先ほど起きましてね、これから勝負再開ということでございますけど、一発目に花屋レモさんの動画見たんですよ。花屋レモさんの動画ね、探すの結構難しくなってきましたね。やっぱり Facebook って SNS なんで、その交流の深い、そのなんですかね、動画っていうのはね結構表示されやすくなってるはずなんですよね。もうエッジラグって言うんですけども、私のログにだいぶ花屋レモさんがこう抜けてきたのかなと思っちゃうわけですよね。なんかこう探していかないともう全然出てこなくなっちゃったんですよ。まあでもね、これは私がやっぱりやる中で、そうですね、まあまああることですね。熟成さんの動画も上がってこないのがね結構あってね、このエッジランクってのは何なんだろうなと思いながら、あまりそんな気にしなくていいのかなというところですね。まあでも今回ね、花屋レモさんの動画探す中で思い出したことがあるんですよ。それはですね、花屋レモさんの動画に出会ったのが小野田さんの動画関連なんですよね。で、小野田さんの動画ってのはなんか全然見えなくなってきたんですよ。更新してるのかなみたいなね。小野田さんほど私と一緒にね継続の鬼をやってきた人もなかなかいないんですけども、最近どうしてるのかなというところでございますね。まあ多分動画更新してるんだと思いますけどね。エッジランクっていうのがね、なんか私に何かを支えてるのかなと思いますけど、というところでね、花屋さんの動画のことなんですけど、私も思いつくことがあってね、動画更新する中で挑戦してる時と、それから維持しようとしてる時と、まあ数字の伸びっていうのが、これはねまたはっきりするもんで、何かを挑戦してる時って数字が上がったりもしくはね下がったりするわけですよ。それ新しいことに挑戦するんで、それまで既存のユーザーからすると別の方向に行っちゃうんじゃないかなっていう不安からファンを離れてしまう、チャンネル解除が起きるってことがあり得るんですよね。で、数字がね一定期間ずっと維持されてるってことは、まあ本当維持することが目的になって、そのチャンネル登録をしている人向けの動画ではあるんだけども、新しい人に興味を持っていただくような内容になっていないのかなと思うわけなんですよね。まあそうならないように、いつも新しい切り口を私もね上げていこうと思うんですけども、そうなるとですね、新しい切り口をやるとエッジランク落ちるんですよ。それまで関わりの深かった人がこうカウントから漏れていって、新しい人がグッと上がってくるみたいなね。だから私もねトップページがねだいぶ変わりましたね。なんかねオフィシャルのばっかりになってきましたよ。再生数が数万から数十万の動画しか上がってこないみたいな感じになっちゃって、いつの間にこうなっちゃったんだろうみたいなね。なんか人気 YouTuber とかオフィシャルの、要するに地上波のこうなんですかね、ニュース番組とかになってきたかなってところですね。MBS とか TBS とか並んでますね。へえ、なるほどね。まあそういうことはね、いろいろあっていいわけなんですけども、まあ花屋レモさんのね動画、いろんなシリーズ増えましたね、確かに。でそのシリーズにこう対応するための動画、当たり前ですけど、それはやらないといけないですよね。逆にウォートークンとかね、あの辺のちょっとこう変わったのがなんかなくなっちゃったのは、まあそれは時代の流れというか、活動の流れなのかなと思いますね。だから思えば、いろんなことを前例のない動画、今まで単発でやってきた動画、ドワーッとねなんかあったような気がしますね。その中で、まあウォートークンっていうのは確かにウォートークンの発信をしている人のところからこう漏れてこないかなみたいな読みがあったのかなと思うんですけどね。まあ でもそこにね、私がね引っかかっちゃったっていうところ、引っかかるというかね、出会ったってところがあるのはなかなか意義深いことだと思いますね。なんか鼻がね、鼻が出てきましたね。起き抜けだからかもしれないですけど、花屋レモさん元気しますか？元気ですよね。なんかね、すごいですね、この時間の流れっていうのは。私もね、2020年はチャンネル登録一気に10万人を目指していたんですけども、未だ2万人にも至らずというね、全く達成してないということがありますけども、まあでも数字を追いかけるあまりね、自分のやりたくないことをやってもしょうがないんで、
追いかけながらも追いかけないみたいなところかなと思いますよね。で16時間断食の話になりますけども、うん、あの何ですかね、毎日のように深夜に何かを食べちゃうんだとこれは問題なんですけども、ルールを破っちゃう日もあって、まさにね前回の動画じゃないですけども3歩進んで2歩下がるみたいな感じでじわじわと行けばいいんじゃないかなと思いましたね。やっぱ年を取っちゃうとね、それがもうね効かないんですよ。残り時間少ないんで、だから3歩進んで2歩進むみたいなことしないと、2歩下がってるともうねそこで終わっちゃうんで、短期集中でやると決めたら結果を求めて突っ走っていこうかなという中で、チャンネル登録10万人を目指したんだけども1年間の短期集中ができなかったということはね、大いに反省でございます。すいませんでしたというふうなね、今回は私の反省動画ということになりました、うん、こういうふうにねちょっと息の抜いた動画もここら辺で刺していこうかなというところなんで、ゆっくりと語らせていただきましたけどね、これからまた新しい挑戦に向かって今までやらなかったようなことをね私もやっていこうかなというところでございます、うん、まあ教材販売はねずっとやってこなかったんですけども、去年の暮れからスタートして、まあ、結構人気でですね、ありがたいことに、今回もしっかりと売れたということでございます。まあ売れたってことはやっぱり待っていてくれたんだろうなというところもあるんで、これからもね今度は YouTube の教材っていうのはもうすでにあって2ヶ月ぐらい寝かしてるんですけどね、全然ねリリースするタイミングがなくって、この YouTube のチャンネル登録をとりあえず1000人にする、そういうふうなねミッションを掲げた、動画教材、こちらの方をリリースしていこうかなというふうなことでございます。最後は宣伝になりました。今回ちょっとね花田陽馬さんとのやり取りの中で趣の違う動画になりましたけども、いかがだったでしょうか。普段ねなんかこう伸び盛りの動画とかね、応援する動画とか叱咤激励みたいな動画になったんですけども、今回は割と緩やかにノンジャンルでお届けしてみました。次回からまたねなんか一つのテーマに沿ってしばらく突っ込んでいこうかと思いますけどね。じゃあよろしく、メカドック。